プレーできてないかったですし、で、おさらに接触はしてたなと、はい、腕は引っ込めてるんですが、体でぶつかってしまったように見えました。鈴木義則から山原です。さあここを石原が狙っていた。初3対2の局面です。さあいいの、ちょっと持ち出しが大きい。ナイスタックルです。畑中ロキアンからジョンマリー追っていく。ジョンマリー、ジョンマリー、あっとよく藤井も最後ついていった。キープしながらサポートに安在。もういいタックルですね。中村穂高残す。太郎持っていく、スピードがあるよ。太郎持っていってここに流して、あーよく触った。おー小泉素晴らしい。おっとちょっと岡本が下げたボール、キーパーなるも出てきている、うん、おお高岡でもスパチョーク。おー高岡レオナルド、マテウスだ、マテウスかわして森下、ナイスカバー松本。いや崩し切りましたけど松本ナイスカバーでした。長井のポスト裏抜け、足出しました。宮選手はその後田中選手狙ってましたよね。さあセカンド早いのは前秀幸、倒れない次に流した。ただここ上原回収、金子が走る、相馬が体入れました。当たった、外側ヘディング、ナイスクリア、見事なクリア、井上ですね。神クリア、神クリアです。ここに対してタリク睨みを効かせている。そしてバッター町野、町野パスを選択。松本が最初に行ったの決定だったかもしれませんが、クロスボール山本のフィニッシュ、パトリック。おー最後はゴールカバーは柏です。行きますからね。そうですね、実践的に。さあジョンマリーゴールキーパーの前川との接触でした。どうしたんですかね。ブラック最後抜けた時のことが出てきました。ゴールキーパーのマイケル運動。594人という入場者です。さあ町野が行く、町野、町野まだ持っていく、タックルはファウルはありません。バウンドしたボール、これ渡辺ロマンスか、体投げ出していった。エドワルドコーナーになります。寄せていきましたけれども、ソニエタックルでいった。ここはノーファウルで長いボール奪った。さあそしてモーベルグだ、モーベルグ、モーベルグ、そして酒井を使う。酒井から中、ファーサイド秋元、こぼれ球大久保、秋元、ナイスキーパーだが、ユンター水沼が行く、水沼、そしてエーベルから抜けてシュートが来る、ナイスキーパー。アンデルソン・ロペスのシュート止めました、2人です。はい、縦パスだ。鈴木優馬から右、さあ土井翔馬、ナイスコントロール。あールキアン、よく戻りました。ルキアン、いやその通りですね。サイドから稲垣、稲垣決定的でしたが、よく最後滑りましたね。必死かな。いやー今トスは前に圧力かけてますね。秋元のプレッシャー、まあ、いいシーンですね。秋元ちょっと時間作ろうとしたんですけれども、もう近くまで寄ってのいいシーンですね。佐藤トラップして真っ白天満だ、シュートだ。藤井ですかね、はい、よくコースを限定を受け、最後体を張った素晴らしいディフェンスをした。シャルクが行く、シャルクが行く、ラストパス秋元、秋元打てない。おーよく守りました。鹿島右サイドに流れている大迫から低いボールが入った、裏に抜けてきた、落ち着いた水沼、ワンタッチ、エウベル、よく触りましたね今。これは上久保の足で持ち出して、おー、アダユトンだ、アダユトン右に持ち帰る、アダユトンループ、ナイスカバー。これも笛は鳴らさない、笛はない、入れてきましたが、おー、よく戻った西尾。レオシルバー、この辺りはレオシルバー強い。中央には小林優がいる、さらに大里、家永、
岡村冷静な対応。今ではなく長戸が真ん中、コース変わった、クリアした、クリアした、まさに決死のクリア。鈴木ですかね。はい、荒木戻る、焦ってきました、逆サイド、小林を狙った。ここは出してシュート、ブルーノ・メンデス、北野からブルーノ・メンデス、ワーンとシュートに行った菊池、そして長沼、縦1対3、伊沢、伊沢、ここが空いて伊藤敦樹、逆サイド、これはいい飛び出しでした、キーパーの佐々木。試合をかけてキム・ジンヒョンからの前線、パトリッキーが走る、おー、ここは洋館にパク・イルグが出てきました。さあ中で一気にここはスピードを持って、タメダが行った、タメダが行った、おー、ここは素晴らしいカバー、本当に集中しています茶島。ありますよ。さあカウンターなるか、柿谷、3対3になっているが、この横パスをよく見ていました。酒井、さあ体を預けて逆サイド、起点を作るってことを徹底して、坂本、中に飯の、もう少